明日から大学です。どうも皆さんこんにちは、ごまゆころです。もう本当に嫌です、本当に嫌なんですけども、今日はですね、そんなパズドラ学園のイナ使っていこうと思います。俺もパズドラ学園入れてくれよマジで。なんで大学行かなきゃダメなんだよ。まあ、自分で金払って自分で行くんですけど、行きたくないですね。本当に行きたくないんですけど、行きたくないから今日はイナの実況を撮っていこうと思います。はい。で、イナですね、スキブ、バインドスキブプラス封印2つ、お邪魔耐性プラス枝豆、そして蝶つなげし2個持ちです。で、超学生スキブ枝豆創作感あります。で、この蝶つなげし2個のおかげで火力が出せます。なんと144倍乗ります。はい。で、さらにお邪魔耐性とかもあったりとかっていう感じで、かなり強いキャラで、しかもスキルがですね、2ターンで6解除に1ターン指が1秒延長。バトリオン以降の場合、ランダムで闇と回復を4個ずつ生成してくれます。はい、めちゃ強くない？ロック解除対応もできて指延長もあってね、生成までできるということで、サブとしても結構強いキャラになってます。蝶つなげしがちょっとめんどいけどね。で、何より優秀なのがリーダースキルで、闇10個以上消してダメージを激減、攻撃力が25倍、2コンボ加算、操作時間が5秒延長です。はい。これ闇10個消すだけで激減貼れるんですね。で、さらに火力も乗ってコンボ加算もあって、指も伸ばせるということで、指が伸ばせる。ということはこちらのキャラ使っていこうと思います。はい、もちろん入ってきます。ラフィーネですね。ラフィーネのルーレットと合わせて稲で指伸ばしながらパズルすると、闇10個消しなんてめっちゃ簡単なんですよ。しかもなんなら闇12個消しの蝶つなげしもね、毎ターンのように発動できるということで、今日はラフィーネと稲組み合わせて使っていこうと思います。ただ編成はこんな感じです。はい、リーダーは前田徳川になります。はい、徳川使っていきます。バインドスキブプラス、指延長プラス2つ、クライムプラス、枝豆に蝶つなげし2個で、超学生スキブ持ってます。で、スキルがね、3ターンで落ち込んだしダメージ無効貫通、回復闇に変えるとかいう破格のスキル持ってくれてます。はい。で、リーダースキルもね、闇10個消してダメージを激減、攻撃力が25倍、固定700万ダメージと、イナとめちゃくちゃ相性いいんでね、今日は徳川使っていこうと思います。じゃあ、編成紹介ですね、こんな感じです。リーダーバランです。10強に上限解放、そして戦国装備継承って感じになってます。はい。76リーダーですね。で、大国です。スキッププラスに神キラーに消せない回復、そして埼玉装備継承です。はい。ただまあ埼玉装備としては使わないので、もう基本的には武器要員として活用していきます。枝豆もね、今回の編成だとめっちゃ強いんでね。で、チャコルです。闇コンボ強化に上限解放で月読み装備継承となっております。はい。で、続きましてこちら、徳川ですね。スキルブーストプラス上限解放、そしてボンタ君リダチェンで76運用していきます。で、今回の編成の肝です。ラフィーネですね。お邪魔目覚め耐性にオロチ装備継承です。はい、今回ラフィーネがめちゃくちゃ活躍してくれます。最後イナです。スキブプラス上限解放にマドゥ継承って感じになってます。はい、今日はですね、こちらの編成を使って多次元やっていこうと思います。イナと徳川組み合わせてラフィーネのルーレット合わせて弱いわけがないですね。結構ね、想像以上に強い編成となっておりますので、今日は多次元で使っていきましょう。で、ちなみにね、もう今実家じゃなくて大学のね方に引っ越してますので、残念ながらあれです。はい、めちゃくちゃスマホ直撮りです。よろしくお願いします。なんか声おかしいかもしれんけど許してください。さあ、まずは1階層はラフィーネ打って、つくみ武器打って、ボンタ君デリダチェンしていきます。はい。で、ルーレット利用しながら突破していきましょう。で、組めそうな場合はね、一応5色消し組んでおいてもらえるとね、強いですね。あと1個ですね、これ。こんな感じで、5色消し含みながらの、よいしょ、全6コンボ組んでおくと、ラフィーネのスキルが溜まりやすいので、おすすめです。って思ったら、光ミスっとるやないか。落ち込んで降ってくるんで大丈夫です。はい。こんな感じで、スキルチャージ発動しながらぶん殴っていきます。で、もうリダチェン終わってるんでね、激減腫れてますので、問題なく耐久可能となっております。なんなら HP 少し余裕まであるんで。そう、これやっぱね、この二人の安定感の強さがね、原因なんですよね、マジで。まあ、原因っていうか、いいところなんですけど、なんか。さあ、これで、こんな感じかな。蝶つなげしをしっかりと入れてあげながら全力コンボして倒していきます。もう毎ターン蝶つなげし入れるのはめっちゃ大事ですね。はい、これで倒していきましょう。で、続きまして2階層です。2階層に関しては大国主を打ちます。はい、火、水、木、どれが来てもですね、大国主のスキル1枚で返し切れます。はい、なので大国打って、あとはまたね、蝶つなげし組んでいきましょう。これ大国最強です。指延長もあるし、回帰力エンハンスもあるので、何が来ても完璧に対策できるっていうね、化け物みたいなキャラですね。
あ、ミスった。まあでもこれでいいでしょう。何度も言ってる通り、まあ、一応五色消しの意識を持っておいてほしいってことですね。はい、こんな感じで五色消しの意識を毎ターン持っておくとマジでいい感じです。ラフィネルーレットがあるので、まあ、闇がね10個消せないってことはありえませんし、基本的に闇12個消せると思います。はい、で1ターン待ってから倒しましょうか。言うてね、あの指延長がなくてもこれ20秒あるんで、パズルの安定感はとんでもないですね。さあこれ闇に変えまして、こんな感じでしょうか。はい、これで超つなげし含む15コンボで突破していきます。ちなみに稲と徳川の火力はもう見るまでもないんですけどね、副属性も12億とか7億とか載ってますね。これもめっちゃいいところ。なんで副属性も軽く出てるんだろう。そういや、もしかして闇の蝶つなげし組んだらこれ勝手に副属性も軽く出るのか。ちょっと僕パズドラエアープなんですけど、多分そうっぽいですね。これとんでもないな。それやそうだとしたら、そうだとしたらとんでもないですね。で3階層に関しては魔竜武器打ってあげて十字と4ゲシ組んでいきます。まあおすすめはねこんな感じで火の十字と闇十字まず組んであげて、あとは光の、あれずれてるけど、光の 2way 間違えた、 L 字だ、 L 字組みます。はい、これで十字2セットと L 字組んで、でかつこれで消せない回復してあげて、でラフィーネはまあいいでしょう。ちょっとミスっちゃったし、でここら辺はねどうなんだろう。これ超つなげし入れなくても倒しきれるのかな、まあ、ちょっと不安なんで、とにかく全力コンボはしておきましょう。はい、ここもしっかり超つなげし入れた五属性消しです。14コンボ組んで3コンボ加算の17コンボ、はい、これで半分まで。やっぱ超つなぎし入れると副属性も軽く乗るんですね。めっちゃ強いよ。あと1個、さあこれで超つなぎし含む16コンボですね。で落ちこなし入れて突破していきましょう。はい、 OK。 で続きまして4階層です。4階層だけね、初手絶対に12個消ししないでください。4階層初手10個消しで右側倒しきらないように削っていきます。闇消しの場合はもう好きにしてください。あ、もう好きにしてください。これ何も気にすることないです。まあ、一応ね、闇吸収以外の場合は10個消しで止めてあげることで闇を倒しきらずに済むんでね、1ターン目は絶対3体倒しきらないようにしながら調整していきます。はい、まあこんな感じですかね。でこれで13コンボぐらいで必ず右側を倒さないように調整が必要で、今回はもちろん倒してないから大丈夫で、ここで戦国武器打ちましょうか。はい、で真ん中だけ倒したいんですけど、徳川打ちますか。徳川打って真ん中まずは半分まで削っていきましょう。はい、こんな感じでまずは真ん中半分まで持っていきます。であとは遅延が切れた後に全員まとめて削っちゃいましょう。チャコル溜まりそうじゃね、なんかチャコルここら辺で打っときますか一応ね。あ、まあ6階層で消されちゃうかもだからいいや、まだで、いあ、まあいいや、打っとくか、打っといて、はい、でここでラフィーネも打っときましょう次。はい、こんな感じでまずは10個消して1ターン耐久します。はい、でこれ1ターン耐久した後このターンに突破狙っていきましょう。はい、ここで突破狙います。ラフィーネは絶対打ちます。でラフィーネ最終形態まで変身。さあここからはもう全力コンボしていくだけですね。でここから4色消しも入れてあげて12個消しを組むとこの編成の最大火力が見れます。
1回最大火力いけますね。はい、こんな感じで12個消しプラス4色消しを入れてあげて、15コンボの16コンボの18、19、さあこれでパーティー全体がこんな感じで火力が出せます。はい、なので、基本的には12個消しプラス4色消しを組んでいくのが大事になってきます。はい、でここは光目覚め闇目覚めどっちでもいいです。はい、光が来たら、まあ、別にね1秒ずらしてあげるだけで闇に変わるんで、ルーレットで活用していけます。誰が来てもいい、マジで。ちょっとまずは火力耐久していきましょう。3ターン目に徳川で倒していきます。はい、で必ずラフィーヌのスキルは温存しておきます。光生成自体はうざいんですけど、ルーレットで一発なんで、ルーレット利用しながらもう我慢してずらしていきましょう。さあこれで闇の列消し含む13です。まあ蝶つなげしがね耐久に必要なんで、パズルはちょっとめんどくさいけど、そこはね我慢してください。はい、でここは徳川を打って突破狙っていきます。ラフィーネは次打ちたいんでここで打つ必要はない。まあこれで一緒。はい、これでこの上手投げし含む、これでさすがに倒しきれると思うんだよね、こんだけ組んだら。ナイス、さすがにね。これで突破していきましょう。今稲の副属性もなんか34億とか出てた気がしますね。なかなかの火力バゲモン。さあ6階層です。ホルスラフィーネ打ってワンパン狙っていきましょう。十分ワンパン可能です。そう、こんなもんでいいですか。はい、これで闇の蝶つなげし含む4色消し含む14の15、16、17コンボ、これなら十分ワンパンできると思います。はい、ワンパンしていく。ラフィーヌの副属性もちゃんと25億出てていいですね、強い。7階層です。あ、ここはできれば初手チャコル打ちたかったんですけど、チャコルが溜まってないので、あれまずくない？闇10個消し、あーここチャコル打てないとまずいね。どうしよっかな、バラン使うのも嫌だしな。まあでもバラン溜め直すればいいか、別にね、そんな困ることもないだろうから、別に11階層バラン溜め直していいんで、ここバラン打っちゃいます。はい、本当は嫌なんですけどバラン打つの、まあ、しゃあないんでバラン打ちましょう。でラフィネルレット使いながらの闇重消しで、まずは軽く削りですかね。で多分もうそろ徳が溜まるんで、徳が溜まり次第ワンパンしていきましょう。この編成自体がね結構徳がダイルのところはあるので、徳川のスキル貯めていきます。あと1ですね。 OK、 回復全然降ってきてないけど、何、あ、バラン打っちゃったんだ。バラン打っちゃった、忘れてた、バラン打っちゃった。あ、やばい、あ、もう終わった、完全に終わった。指半減は大奥に打つしかないとか正気か、これ本当に言ってる？で指10秒だもんね、大奥に打たなきゃ間に合わないもんね。行く、まあ、奥院と徳川打って倒すか、それしかねえな。これ詰めキャラ多すぎん。サラス積み、これ俺のパズルミスのせいでね、もちろん全部。おかしい、全体用編成でここまで積みが作れるのはまずい。これでね、多分俺の体内時計では足りてるはず。 OK、 足りてる。
あとは水も作ろう。これで蝶つなげし含む四色消しまで行くはずなんだよね。これでアフィーネが枯れ込み出せるはず。あーナイス、倒していく。ただまあ蝶くらいも残ってるし、パズルもまずいと。さあさあ、とりあえず蝶くらいも消しましょう。まずは闇10個消し含みながら落ち着いていきましょう。蝶くらいもは火の十字でいいかな。から俺は蝶くらいも組めるのか。蝶くらいもっていうかあれか、これでいけたらはず。十字も1個入るはず。 OK、 13コンボで、この次で蝶くらいも消えるから、もうここまでは我慢。どうせ徳川ため直したしね、次のターンも。これは全然大丈夫。ただ問題は大国がないこととバランがないことやね。だいぶな問題やね。でもそのミスさえもなんとかカバーしていこう。ご両親でサルスバティ引かなきゃいいんだから。よいしょ。さあこんな感じでいいかな。蝶つなげし含みながらの14コンボ、かつこれで超暗闇からの解放。ナイス。さあ行くで、徳が使いましょう。これはもう絶対に倒しきります。気球集な、いや行けるだろ。行きます。変わんねえ気球集なの対して。どうせ木は火力出ない、唯一火力出ないんだから。一応まあ闇でも増やしといて、さあこれで待って回復入れとくか。一応そっちの方が怖いわ。でこれで蝶つなげし含む盤面全力コンボ組んでいきます。はい、これならまあ徳川の無効感もあるし倒しきってくれるって信じてる。さすがにね。ナイス、倒していきます。でかい。さあ続きまして旧階層です。ここはまあ誰が来ても OK。 ナイス、こいつは即魔竜打ちましょう。お、大国溜まり直しますね。これだったら全然頑張れば。あでもまあ4段突破してえな。いやなんもないわ、4段突破したいわ。結局めんどくせえ、めんどくさいが勝っちゃうもんね。ルシファーの属性吸収無効で殴り合い嫌なんで、このままいっちゃいましょう。まずは半分まで持っていきます。蝶つなげし含む四色消しで、これで半分までですね。13コンボ、さすがに半分いくよね。こんだけ軽くある編成にいかないことないだろう。であとはこのままちょっと削ってから突破狙っていきます。ちょっと削ってってか、ちょっと盤面整理してから突破狙っていきます。本当はもう1ターンぐらいスキルダメしたい気持ちはあるんですけど、まあ、次の回戦でサラスバッティ来なきゃなんでもいいです。とにかく、まあ、サラスだけは来んなマジで頼む。大国をミスって使っちゃったんでサラスだけは来てほしくない。さあこれでいきます。サラスだけはマジで勘弁してくれ。サラスだけは。さあ続きまして10階層です。サラスバティ外でお願いします。おーナイス、パンドラーいいね。パンドラーも楽勝っすね。パズル教室も楽勝なんで蝶つなげし組んでぶん殴っていきましょう。蝶くらいだけ解除したいな、シディアなら。
これでいっか。蝶つなげし含む4色衣装入ってないか、これ入ってるな、入ってる入ってる。かつ十字2セット組んで、あ、ダメージ無効がないやん。徳川打ちましょう、忘れてた。とりあえず徳川打って、徳川のスキルダメをしないとまずいんで、徳川打ちます。初手徳川でいいな、どう考えても。まあいらないけど一応回復とか入れといて、こんな感じ。蝶つなげし含む15コンボです。はい、とにかく徳川打ってあげて、これで半分まで持っていきます。こいつ半分までなのめんどくせえな。パズルキャラスだと確かヘイストもないよね。ヘイストの一つでもあれば強いんだけど。ないよね。こいつの指延長な、逆効果なんだよな。ラフィーネ使ってる人からしたらめんどくせえだけやからね。はい、まあ枝豆も入れながら余裕の10コンボ組んでいきます。これ楽勝っすね。ヘイストしてくんね。え、してくれんの。え、めちゃくちゃありがたいや。え、じゃあ徳川とラフィーネ打って倒すだけじゃん。あれ、こいつもヘイストあったんだ。なんかアスタルトしかヘイストのイメージなかったわ。おかしいな、俺多次元でこいつと何十回戦ってるはずなのに。年かな、もうこれ忘れるのは。さあ、これで蝶つなげし含む14コンボです。 OK、 これは楽勝でしょう。倒していきます。さあ、続きまして11階層です。まあいいや、ここはラフィーネかイナ打ってからバラン打って突破していきましょう。王権は溜まってるし、このなんか特に大事なスキルもないんで突破しちゃって良さそうですね。チャコラだけ打っときたいぐらいか。強いてならラフィーネがちょっと今消されちゃったんで、いや、ラフィーネのため直したいですね。それだけかな。一応僕の家今新居なんですけど、さっきから家の外でなんかね、動画撮りながら聞いてるんですけど、発狂してる声が聞こえてるんですけど、俺の声に怒ってるんですかね。家の外で発狂してる声が聞こえてるんですよね、ずっと。体震えてるわ。治安悪い、ここ。治安最悪やん。何この治安悪い場所、意味やかな。夜の11時ですけどね。夜の11時に外で叫ぶ人ってやばない？警察捕まるレベルやで。よいしょ。さあ、これで蝶つなげし入れて殴っていきます。まあ、じゃあ果たして家の中で、ドミアさんこんにちはこんばんはって言ってるやつが捕まらないのかって言われれば怪しいけど、とりあえずここバラン打って突破していきます。ウレットもあと1あるんでちょうどいいですね。次ラフィーネも打てるし、チャコル打っときますか。はい、一応で、バラン打つ際の注意点としては4色消しを入れることですね。ウイレット使いながら4色入れていきましょう。4色入れないとラフィーネの火力が残念なことになるので、ちゃんと4色入れて突破していきます。4色と蝶つなげし組んでおけばもう勝手に倒せます。はい、さあ、これで18コンボで突破していきましょう。4色消し最強。さあ、続きまして12階層をベリアルですね。ここはラフィーネ打ちましょう。ラフィーネ打つことでぶん殴っていきます。指延長打って、よいしょ。ちょっと待ってね。おいおい、これで闇の蝶つなげし含む13コンボです。はい、これで突破していきましょう。さあ、続きまして13階層、誰が来てもいい、別にセイナが来てもいい。さあ、13日陰ですね。
みかげもこの編成火力高いんでちゃんと投げれば大丈夫でしょう。初手十字は必ず組んでください。盤面悪いんで徳川使っちゃいます。今10個かな多分。あそこ超くらいめくります。さあこれでいいでしょう。あー10はもうあう盤面が終わるぞ。みんな盤面が終わるぞ。え全然降ってきてない。え全然大丈夫。え何この全然大丈夫なパターン。てか全然大丈夫なパターンって何、初めて見てんけど。落ち込んなしの超クライム目覚めで全然大丈夫なパターンって何なん、どういうこと、何全然大丈夫って。そもそも全然大丈夫じゃあかんやろ。でもなんか全然大丈夫やねんけど、どういうことやねんこれ。ちょねねねねねね、これで超つなげし含む十字含む14コンボ OK、 完璧っすね今回は。はい、これでツーパンしていきます。マジでこの編成の火力の高さ見てわかるよね。見かけこんぐらい持ってけるのだいぶ高いような、超つなげしだけで。でエキノナサラです。うえ危な、死ぬって死ぬってと思ったけど、これあれやん、危ないんじゃなくてあのシンプルに見かけで HP 増やされてるから危ないように見えるだけやね。これ全然余裕ですね。はい、冷静に考えたら全然余裕で耐久できてますね。 HP 半分以上残ってたんで今。さあこれで6色も入って、あーごめんなさい、4色も入ってますね。4色下肢含む16の17。さあこれで全力 OK。で 85% 当ての5億無効、微妙に上限超えちゃうんで徳川打っちゃいます。えルーレット消えてるやん、危な。ルーレット消えてる時がいっちゃ危ないからね。次必ずラフィーネ打ちましょう。さあこれで突破していきます。場面に助けられた15コンボです。16コンボ危ねえ、ルーレット消えとったわ。はい、これで倒していきます。徳川あと2ターンなんでね。で続きましてユリシャです。ここなんかいい感じに調整したいんだけどむずいんだよな。いい塩梅に半分いかないギリギリで調整できたらめっちゃいいんだけど、まあ、とりあえず超つなぎしたら必須なんですけど、いい感じにできんかな。とりあえず火作りましょうか。何が何でも超クライム忘れずに組んであげて、めちゃくちゃ木の落ち込んとか減らしたらなんか倒したりできんか、いい感じに。さあこれでいきましょう。超つなげし含む木の火力だけ入れます。いや落ち込んくるんかい。いやもう めちゃくちゃ来てるやんこれ。何これ、おなんか、いやー惜しい、700万固定で倒したじゃん今。おい700万固定邪魔すんのって、まあ、ギリギリ超えちゃったんでここは仕方なく盤面でもう1段耐久。めちゃくちゃギリギリでした。さあからの全力回復していきます。で次徳が打てるんで回復もちょっと残しつつ全力コンボして倒し狙いましょう。ルフィーネも3ターンですね。 OK、 じゃあここで徳が打ちます。はい、これ闇ドロップの量も素晴らしいので量も質もいいですね。6色消しを狙いつつ突破していきます。別に多色パーティーでも何でもないんですけど回復も欲しいんで一応。はい、次の回そのために超つなげし含む6色消し含む大量コンボ20コンボですね。はい、これでしっかり全力火力出して徳川の無効感で突破していきましょう。
さあ続きまして、新加護ボスです。誰が来る？光勇者ですね。まあいいや、実はねこの動画撮る前に一回試運転したんですけど、なんか出てきてる時ほとんど一緒なんだよな。龍明と見かけぐらいか、龍明来たんですけど試運転の時は。もうちょっと怖いっすね、それはそれで。で、この編成はね、長距離耐性をね、デフォで持ってる人がいないので対策はできません。そのため盤面全力です。指3準備あるんでもう焦らずいきましょう。ほい、こんな感じで前職石ちゃんと含みながら蝶つなぎし入れて殴っていきます。するとですね、もう見てわかると思うんですけど、光入射ぐらいならこんぐらい持ってきます。半分ぐらいまでいけるんですよね。これめちゃくちゃ強いですね。で蝶くらい見なんもわかんない。お、闇多いですね。いいね。これ闇だったはずなんで、いやー4つか、いや5つですね。はい、これで蝶つなげし含む13コンボです。さあ思ったよりパズル時間かかりましたが、これでまた半分まで持っていきます。でここで大国主打ちましょうか。エンハンス打ってあげて、さらに徳川まで打っちゃいます。この編成回復いらないしね別に。光き闇上が木ですね。これでいきましょう。闇の蝶つなげし含む13コンボ。さあこれでもう半分ぐらい上で持ってってますね。ということでラスト倒していきましょう。バラン打っちゃってもいいけどな。バラン打ちましょうか。で稲も打っちゃおう。闇生成してあげて突破していきます。はい、まあ、ということでね、今回は多次元で稲と徳川を組み合わせて使ってみる動画でした。まあ、結論だけ言うとめっちゃ強いっすね。使い勝手もいいし、蝶つなげしてバカ力出していけるし、まあ、何よりラフィーネが強いって感じ。正直この編成の強みの理由もね、ラフィーネなんで、もう全てにおいてラフィーネが最強と言えるんじゃないかなと思います。ぜひですね、こちらの編成組める人は使ってみてください。ということで今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。まあ、一応ね、直撮りなんですけど、タイムだけ見てみましょうか。ノーカットでこういう編成を使うと、タイムがこんな感じになります。35分。お、意外と早い。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。